清流演説等を持つ関羽京劇は中国の伝統的な古典演劇でもある儀曲の一つ。信頼に暗気症で発症し、北京を中心に発展したので軽の名が付き、主に北京と上海の二流派がある。昭空は板空隊を基本とし、声空は西側と二機を主要なものとする。このため京劇に代表される西側と二機を総称して、河木空ということがある。 京撃においてもお山が存在するが、現在ではその役を、主に女優が行っている。新朝の建立55年、中国南方の四つの喜劇パン、3、喜び藩、4期藩、数春藩、春代藩陸賊と北京に来訪。まず、二を小育を持ち味とする、三、喜び藩が北京で人気を博し、それに続いて、4期藩、数春藩、 春大藩が北京に進出した。北京にはシンクルという演劇があったが、暗記賞の劇団に人気を奪われる形となり、両者の融合が自然と行われた。同行8年前後、古北劇団が北京に進出し感情を特色とした演劇は暗記賞発祥の劇団にも影響を与え、独自の演劇へと発展して行った。このように、北京の外の劇団が担ってきた、 北京の演劇であり、上演は南方方言で行われてきたが、北京での人気を得るに従い、北京語での演劇の需要が高まり、北京語での演劇が考案、上演されるようになった。この時代には、同光時代金江校と呼ばれる三人に名誉、ほど、長かの絵、蝶に慶、予算章が活躍した。その後は、太平天国の乱などで南方の正常が不安に、 なると、南方の劇団が北京に集まり、さらに、聖太鼓の手厚い庇護を受け北京独自の演劇として一層の発展、熟成がなされた。この時代には、同地帝、高所帝の二帝の知位性のあたり、同高十三絶と称される十三人の名優、すなわち各乱伝、長マサル系、梅匠霊、龍山、吉雲、ほど、長かのえ、助将校、自称福、よなる玉、ま、 ロマサル・ケイ、シュレン・カオル、タン・キンバイ、ヨーズ・キロウの13人が大いに胸劇を盛り上げた。新末になると、四大名誕と呼ばれた、ウメ・ラン・ホウ、ホド・スズリ・アキ、ショウ・ショウ・ウン、ジュン・エイセイの4人の俳優が、上海での近代演劇を取り入れた演劇に、触発されながら、胸劇に一層の洗練がなされた。この4人は独自の流派を作るほど、胸劇に革命をもたらした。 また梅蘭方は初めて胸劇の海外公演を日本で行った。近代において一番胸劇に悪影響を与えたのが文化大革命による弾圧で幹部俳優が排斥されたり古典劇の上演が禁止されるなど停滞した。この弾圧は後世が現代劇の俳優出身で胸劇を目の敵にしていたことが原因と言われる。その後、中国の伝統文化として見直され、 国劇と呼ばれるように至った。1990年には、狂劇200年を祝す演劇祭が北京で各地の劇団を招いて開催された。これらのキャラクターは、熊取りと呼ばれる、独特の熊取りによって区別できる。同性の一例、諸葛公明狂劇、秋江、先道と二層。撮影、木村武史狂劇、終玉、ガタンと彩り牛。撮影、 木村拓司協劇の竹符。背中に小旗を四つ背負っている。ほか、ありがとうございます。